勝也です。ゆうです。はい、ということでね、一年お疲れ様でした。お疲れ様でしたという動画になりますけど、今年はどんぐらい上げたんだろうね。まあそんなにか。そうね、まあ結構今年は上げる詐欺してたね。詐欺でしたね。まあ結構、まあ初めてのね10万円企画とかやったりとか、まあやってみたりとかはしたりとかはしたんですけど、初めての試みは一応最後、今年の最後の方ではできました。やってみた。はい、ということでね、今年はまあ1年総括すると、まあね、僕たちらしくやったかなと。まあコンセプトがいる感じなんで、まあ気ままに載せるとか、はいはい、撮って載せるとかはやってましたけど、ね、まあ多分視聴者側からすると多分 ね結構ね連絡とかもらってると、もっと載せてほしいっていうのがあったと思うんで、はいはい、まあね、この今年のこの反省を生かして、はい、来年はもっとね、えぐいの今年の反省を生かして来年はもうちょっとというか、僕たちのね、もっとですね、はい、僕たちの SNS の基盤をYouTube に移していこうかなということで、僕たち普段はね、はい、インスタ毎日投稿したりとか TikTok 僕とかユウはやってるんですけど、まあそれの本数っていうか、それの投稿頻度はちょっと抑えて、YouTube の方をメインに来年1年間はちょっと頑張っていきたいなと思っております。はい、まあ別にインスタとか更新しないわけではない。はい、まあでもインスタの更新とかもちょっと、もうちょっとね、若干なんていうんだろう、緩い感じにはなっていくかなと思う。まあ、SNS を更新しない日はないんですけど、インスタ、YouTube 更新する日は YouTube、インスタ更新すら YouTube 更新しないみたいな感じで、いい感じにバランス取ってやっていこうかなと思います。まあ、だから YouTube の更新とともに、インスタの写真とか適当に撮れてたらみたいな。そうですね。その現場、現場の風景とか、そういうのとか撮れたりとか、まあ、行ったところの適当な写真、適当な写真っていう言い方は良くないかもしれないですけど、まあなんかそのぐらいフランクのがね、良かったですね。そう、 YouTube のちょっと裏側の風景とかはインスタで載せれたりとかしたら面白いかなみたいな。そうですね、面白いです、思いますね。はい、まあ目標とかバンとは決めないんですけど、週3から週3投稿ぐらい、週3週4ぐらい、まあ、今まで以上ですかね、はい、今年以上の投稿頻度は保ちたいなと、ね、思っております。なんでね、企画とかもちょっと、僕たちファッションとか自分たち その日常みたいなのをメインでやってるんで、企画とかもね、企画ものみたいなのもね、はいはい、もうちょっと多めに入れて、まあ、YouTuber っぽくというか、まあね、ちょっと YouTube 本気出していこうよということで、うん、来年1年はやっていきたいと思います。はいはい、まあそうっすね、そうです、そうです。 Vlog とかね、うん、結局ね、去年大やろうとか言ってたけど、一本も取れてないね。結局一本もできなかったんで、うん、まあそれこそ自然に行くのをもうちょっとちゃんと撮ります。動画にしてみようかとか、まあ面白い、一番面白そうなのはちょくちょく DM 来るんですけど、はいはいはい、サッカー企画、はいはいはい、ちょっとたまにはあっても、なんかそのそればっかりやるとサッカーの YouTuber みたいになっちゃうんで、それはそういうわけでもないけど、まあ、たまには、ね、はいはいはい、僕たちが体を動かしてるところとか、ありです、そういうのも含めてやっていけたらとか思います。はいはい、まあてな感じで、ね、ちょっと年末のね締めの動画ということで、はいはい、こういう感じの、まあ来年の目標ですよみたいな、そうですね、動画になりますけど、まあ本当にお世話になりました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。って感じで来年は頑張りますので、はい、ぜひ、YouTube 更新チェック待っててください。はい、はい、拡散してくださいね。はい、あの YouTube 見ましたみたいなメンションとか DM とかすげえ嬉しいんで、はい、メンションしていただけたら僕たちも見てるんで、はい、まあ載せたりもしてますしね、はい、YouTube 見てくれてる方とかのメンションはどんどんメンションしてください。お願いします。なんだよそれ渋谷で一番うるさいしかも静かだから、はい、お願いします。やめろ、はいはい、てな感じでね、今日の動画はこの辺で終わりにしようかなと思います。はい、また来年もお願いします。お願いします。良いお年を。バイバイ。Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time.